こんにちは、坂田隆です。この動画では足の冷えの原因についてお伝えしたいと思います。まずこう体が冷える、体温が下がるということなんですけど、皆さんがよく言うね、脂肪というものがあります。脂肪、あれ発色脂肪細胞とか発色脂肪組織っていう言い方するんですけど、この脂肪をこの肩甲骨の周辺にある褐色脂肪細胞っていうね、褐色脂肪組織というところで熱に変えて、熱に変わったものを体内に、まあ、血液に乗せて運んでいて体温を維持しています。当然筋肉とか使ったらね、体温上がるわけですけど、この褐色脂肪細胞っていうのがすごい、ここの褐色脂肪細胞、褐色脂肪組織がある肩甲骨、肩の周辺の血行不良をなくすと体温は上昇していくんですね。ですからこの筋肉をね、肩の周辺の筋肉で血管を潰して血行不良が起きてますので、筋肉を柔らかくするっていうことは非常に大事になります。これが体全体の冷え性の原因になりますので、ね、まずはこの基本的なところを覚えておいていただければと思っています。では今日は足の冷え性の原因についてです。足の冷える原因なんですけど、これ足が全部全体的に冷える場合と膝から下だけ冷える場合っていうのがあります。でこの2つのタイプがありますので、この足先、指先だけ冷えるんだったら、こっち膝から下の方ですね、ありますので、これをまず覚えておいてください。では、足全体が冷える方と膝から下が冷える方いらっしゃるんですけど、足全体が冷える方、ね、説明したいと思います。これ鼠径部のところですね、これ見るとここですね、この位置、この位置ですね、鼠径部のところにこう動脈が通ってます。血管が通ってるんですけど、この場所の動脈のところの筋肉硬くなってしまうと、縮む力が働いて動脈、血管を潰すので、足全体に血液があまり流れなくなってくるので足が冷えてきます。ですから足全体の冷えを治すためには、この鼠径部ですね、この位置の筋肉柔らかくしてあげるっていうことが大事になります。あと膝から下、ね、冷えるんですよ、足の指だけ冷えるんですよって方もいらっしゃいます。これは膝の後ろですね、膝の後ろに動脈が通ってますので、この位置ですね、この位置、この位置の筋肉硬くなって血管を潰していますので、この膝の後ろの筋肉を柔らかくしてあげると足先の方まで血液が流れてくれるので冷えが治ってしまいます。これ簡単に覚えてしまえば、コツを覚えてしまえば簡単にこの冷えって改善することできますから、ぜひね覚えていただきたいと思います。もう一回確認しますね。まず足全体が冷える方は鼠径部ですということです、ね、膝から下が冷える方は膝の後ろ、この場所の筋肉が固まって血管を潰して血液の流れが悪くなって冷えていますので、ね、足全体の方は鼠径部の筋肉を柔らかくする、膝から下の方は膝の後ろの筋肉を柔らかくするっていうふうに覚えておいてください。それでは冷え症、足の冷えの、楽々改善法でやり方についてはお伝えしますので、落ち着いて確認していただいて、冷えがないですね、足が冷えると寝るのも辛いですから、ね、足があったかくなって寝るのも安らかに眠れるようになっていただいて、楽しい毎日を送っていただければと思っています。